皆様こんにちは。本日バンバ塾を担当させていただきます、バジ文化応援アイドル桜花の奇跡、一ノ瀬恵那です。桜花の奇跡は毎週土曜日にこちらのバンバ塾担当させていただいております。ありがとうございます。本日予想させていただくレースは1月14日土曜日に行われるガーメント特別 B1 一組を予想させていただきます。早速私の注目馬の1頭目はこちら、7番の天竜富士です。前走は第2障害こそ一腰ではなかったものの、ラストにかけて頭を下げて前へ前へとね、勢いのある走りで2着に好走しました。今回推したいポイントは阿部武富騎手とのコンビ相性です。12月のサンケイスポーツ杯など見ていただくと、天竜富士はあまりすごいこうなんていうんですかね、障害がとっても上手なタイプではないかもしれないなという印象を持ちました。しかし阿部騎手のですね、こう促し方というのが非常に見応えがありまして、苦しそうな部分でプッシュされるタイミングがすごく天竜富士に合っているなと思いました。下ってからは本当にいい足でしぶとく伸びていますので、今回もこのコンビが継続なら楽しみが大きいかなと思います。またですね、10歳になって力をまたどんどんつけていて、成績も寒くなるにつれて伸びている印象がありますので、今回ねまだ寒いので期待してみたいなと思います。続いて2頭目の注目馬はこちら、8番の北星桜子です。前走695キロは今までで一番重たい負担重量でしたが、止まることなくそこまで大きな差もない6着でした。続けて695キロを背負っての一戦となりますが、前走のレースぶりを見ても今回はさらに期待を高めてもいいのかなと思います。またですね、お天気まだはっきりとはわからないんですけれども、ちょっと雪の予報が帯広出ていましたので、馬場も北星桜子にとってはプッシュになるんじゃないかなと思います。前走も 1.6% の水分量の中であれだけ頑張れていたので、今回も期待していいかなと思います。前回担当させていただいた際もお伝えしたんですけれども、本当にあの尻尾を大きくバサバサと振って走る姿は見ていても楽しいですし、そこも注目していただけたらなと思います。また今回大外枠ではなく馬の間に入れる枠並びになりましたので、この最後のガッツにかなりつながってくるいい枠に入ったんじゃないかなと思います。枠並びも味方にここも頑張ってほしいです。馬券の方はこちらです。上げさせていただいた2頭3連複軸2頭流しで総流しかけてみたいなと思います。あとはですね、この2頭7枠の2頭だったので77ちょっと買いたいなと思います。あの私の誕生日が7月7日なので、あのよく競馬では77楽しんでるんですけれども、たまたまあの同じ枠だったのでこれはちょっと買ってみようかなと思います。あとは単勝でどちらか結構つきそうだったらちょっと楽しんでみたいなと思っております。みんな無事に頑張ってほしいです。それでは皆様2023年も万栄競馬たくさん楽しんでいきましょう。以上、それいてバンバン万栄の奇跡でした。ありがとうございました。